問来てた。以前デデン TV でユンゲラーのデッキ紹介し損ねてたけど、今ならできるよね。やって。結論、任せなさい。まずは以前の動画をご覧ください。質問来てた。ユンゲラー頼む。結論、あ、デデン TV。スタンダード、エクストラ、電動、どのレギュレーションにもユンゲラーがカードとして1枚も存在してなかった頃に答えたこの質問。でも今なら6月16日発売のポケモンカード151に収録されるユンゲラーが存在してる。技テレポートアタックは 1N30 界隈の中でもトップクラスの効果を持っていて、ダメージを与えた後ベンチのポケモンと入れ替わることができる。新たにバトル場に出すのはリーリエのピッピ人形や身代わりロボ、これらにすればサイドを取られることがない。特性我慢の壁のソーナンスを出せば超タイプ以外の特性を全て封じることができるので制圧力は高く、同じように要の封印のミカルゲを使えばグッズ力効果を強要することだって可能。んこの動きどこかで。エビワラーのヒット&アウェイ。当時の環境上位にいたエビワラー、1エネで30ダメージ与えながらベンチのソーナンスなど制圧力の高いポケモンに入れ替わる。このエビワラーが強かったんだからユンゲラーが弱いはずがない。強いて言えばエビワラーは糖タイプなのでストロングエネルギーで火力が20上がるし、ディアンシープリズムスターでも火力が20上がる。さらに気合のたすきで HP は必ず10残り、2回行動を約束してくれるし、極めつけにエビワラーは種ポケモン。しかし1進化ポケモンのユンゲラーにもメリットがある。それは1進化ポケモンな点。このメリットのおかげで受けることができるのはまずサンダースの特性エレキエフェクト。このポケモンがいる限り自分の1進化ポケモン全員は元のタイププラス雷タイプを得る。これによりユンゲラーは雷タイプとなりエレキパワー、雷ポケモンが使う技のダメージをプラス30するこのグッズの効果を活用できる。さらにブースター特性フレアエフェクト。このポケモンがいる限り自分の1進化ポケモン全員は元のタイププラス炎タイプを得る。これによりユンゲラーは炎タイプとなりギャロップの特性ヒートブースト、手札の炎エネルギーをトラッシュして炎ポケモンが使う技のダメージをプラス30するこの特性の効果も活用できる。これにより机上論ではあるもののユンゲラーは最大1エネ600ダメージ与えつつベンチのソーナンストーンに入れ替わりロックを行う。さらにさらにフーディン EX への進化の可能性も残してる。ただし進化したらエフェクトの効果がなくなり超タイプのみになる点は注意。こんな感じで電動レギュなら不可能の壁全部ぶち壊して押しポケ何でも活躍できるので、もしよかったら一緒に電動の考察してみないかい。不思議花 EX やリザードン EX やカメックス EX も紹介してるので、チャンネル登録高低評価、他のコンボ動画もよろしくね。コメント質問リクエストも待ってます。ディデン TV。